テキサスシティ聖油所爆発事故における消火活動テキサスシティ聖油所爆発事故とは2005年の3月23日にアメリカ合衆国テキサス州テキサスシティの BP 社のテキサスシティ聖油所のアイスサム異性化装置において発生した炭化水素蒸気雲の爆発事故15名が死亡し170名以上が負傷する事故となったテキサスシティ聖油所は 2000年1月1日の時点で43万7000バレル日の処理量を有し、州内で2番目、米国内でも3番目に大きい石油、生成工場であった。BP は1999年のアモコとの合併に、際して同性輸送を取得した。BP 自身による事故調査報告書によると、事故の直接的原因は、 空気より重い炭化水素蒸気が着火源と接触して燃焼した。着火源は運転中の自動車エンジンである。可能性がある。この炭化水素は、抽出残差の分離器への過大な量の液の導入と、内部の加熱によって、加圧防止システムが作動し、回 -20 ブローダウンスタックから溢れ出た液体に由来するものである。としている。BP の報告書と、 米国科学物質安全性、有害性調査委員会による報告書のいずれも製油場及び b p 社内の技術上並びに組織上の欠陥を指摘している。組織上の欠陥には会社におけるコスト削減、プラントのインフラストラクチャへの投資の欠如、安全文化と大事故予防プログラムについての会社からの監視の欠如、労働安全の重視に伴うプロセス安全の軽視、 変更管理の欠陥、オペレーターへの不適切な研修、機動操作についての必要な監督の欠如、個人と部署の間でのコミュニケーション不全、作業手順書が古くて、無効となっておりしばしば守られなかったことが含まれる。技術上の欠陥には、ブローダウンドラムのサイズ不足、安全上不可欠なシステムへの予防保全の欠如、アイスサム装置で作動しなくなっていた警報と、液面センサー、 旧式のブローダウンドラムとスタックをより安全なフレア設備に更新することが可能であったのにもかかわらず長年放置してきたことが含まれる。BEP は連邦環境法への違反に問われ犠牲者の家族に裁判を起こされた。米国労働安全衛生局は BEP の数百項目に及ぶ安全上の違反に対して記録的な罰金を課し2009年には BEP が 事故の後にも安全上の改善を怠ったと指摘して、さらに高額の罰金を課した。2011年に BP は2010年メキシコ湾原油流出事故に関する保証と回復の費用を賄うための資産売却の一環として製油所の売却を進めると発表した。テキサス式製油所は2013年初めに25億米ドルでマラソン石油に売却された。ありがとうございます。